はい、どうも、延べりょうたギャラリーでございます。本日からですね、初心者の方にも分かりやすいデッサン講座をやりたいと思います。デッサンでね、誰もが通る道だと思うんです。僕も小学校、中学校、高校でもやったかな、美術とかでやったと思うんですけど、デザインとかでね。で、大学では僕建築家だったんですけど、建築でもね、実はねデッサンっていうのをやるんですよ、授業の一環として。それでね、結構デッサンでね、知らないと難しくてですね、描くのめんどくさいとかね、そこで絵が嫌いになっちゃう方とかも出てくると思うんですけど、でも最初から一から教えていけばこんなにもデッサンで楽しいもんなんだよっていうのが分かりやすいと思うので、今日からね、初心者でも分かるデッサン講座をやっていきたいと思います。一緒に勉強していきましょう。では初心者デッサン講座始めていきたいと思います。今日本日はですね、一発目ということで、じゃあいきなり正方形描いてみろよとか長方形描いてみろよとかのデッサンとか、ボールとかデッサン描いてみろって言っても、まずいやいや無理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 ってなるじゃないですか。なので今日はね、本当にそんなのと思うかもしれないんですけど、今日ね、皆さんと一緒に勉強していくのは線ですね。描く線あるじゃないですか。その描く線のこと、線の描き方ですね。デッサンで結構準備するもの多いんじゃないと思う方いると思うんですけど、今日は紙持ってないけど、スケッチブックね、こういうの結構見たことあるんじゃないかな、こういうスケッチブックは。こういうスケッチブックと鉛筆1本、消しゴムは別にいらないです。僕ちなみに消しゴム基本使わない人なんですけど、下書きしたら消す見やすさとかあるので消すんですけど、基本僕消しゴム使わなくていいと思います。書いたものは別に悪くても残していいと思います。それが自分のいろいろなアイデアの引き出しになっていくと思うので、別に僕の他の人はもしかしたら消した方がいいよという方もいるかもしれないですけど、基本書いたものは残しておきましょう。では早速始めていきましょう。ではレッツラゴー。さあ早速ですが始めていきたいと思います。では皆さん手元にですね、このようなスケッチブックであったりメモ帳など、そして鉛筆などが準備できましたでしょうか。ということで早速ですが、新鮮、なんか新しいノートに書いていくってなんか気持ちよくないですか。僕ね、結構ね、大学の男とかに新しいノート買ったらめちゃめちゃ最初は綺麗に字書いていくんですけどね、綺麗に書くのはいいものの、ね、途中からだらけるっていう感じでございます。あとついでにですけど、今日僕初めて久々にね、デッサン用の消しゴム買ったんですよ。僕基本普通にね、モノの消しゴム使うんですよ。どれだったかな、これとか、あとこちら、このね、このモノのこのスティック状の消しゴムを使うんですけど、今日初めてデッサン用って書いてたのを文房具屋で見つけました。いや、もうこれは買うしかねえってなって買いました。別にこれは必要ないと思います。今回のね、もしかしたら今からこれから必要になるね、講座が出てくると思うんですけど、その時にね、その都度別にこっちの消しゴムは僕は代用できると思うので、ぜひ皆さんね、普通の消しゴムでもね、最初はね、何でもいいと思います。楽しんでいただけるのが何よりなので、ね、では早速ですが今日は線についてお話ししていければなと思います。まず線についてなんですけど、鉛筆、じゃあ皆さん鉛筆って何に使うかって言ったら、字を書くものだと思うんです。字を書いたりしていくものだと思うんですけど、書くものだったり、基本これがメインだと思うんですけど、デッサンで字を書くというよりもね、絵を書くものとして鉛筆を捉えています。こうやってね、書くもの、字間違えましたね。これだと猫になっちゃうか、こっちだね、手変だね、書くものでございます。でそこをね、間違えないでいただきたい。字と絵は別物だよっていうのをね、覚えていただければ嬉しいなと思います。字と絵は別物で、もう今日に関して言うと、もう字は忘れてください。今回は絵だけについて、皆さんね、デッサンで一緒に勉強していきましょう。で一番大事なので簡単に言うと、それって思うかもしれないんですけど、平行線の描き方、普通に線引くだけでもね、最初こうやって、この分かりますか、均等、力が均等になるように引くだけでも最初ね、むずいかもしれないです。定規使うと簡単に引けると思うんですけど、定規並みにこの、なんだろうな、こう力が均等にいける
ことをイメージしていただければ嬉しいなと思います。もうたくさん書いてください。皆さんも一緒にこうやって1212、あのよく僕小学校の頃とか、あの英単語をね100字書けとかの大学ノート、大学ノートじゃないか、まあノートに託習帳って、僕たちあの宮崎出身なんですけど、僕託習って言ってたんですよ、そのことを。で託習で、まあなんだろうな、まあ1000だから LINE ってこれで合ってるのかな、 LINE だったら LINE ってこうやって書き続けるみたいなね、こうやってずっと書き続ける、もうねえ手にタコができるんじゃないかなってね。で鉛筆2本持ちで一緒にね書いてる、こういう風に LINE を一緒に書いたりとか言ってね、めちゃめちゃねあの適当にしてましたけど、そんなことちゃんとしてくださいね皆さんも ね。単語って結構ね、大人になってからね、英語はね結構勉強してたら全然ね、あの損することじゃないと思うので、ぜひ英語に関してはちゃんと真面目に授業を受けてくださいね。ということでこの授業も真面目にね、皆さん1000書いてください。こうやって力いらないんですよ、正直力いりません、力はいらない。もうなんだろうな、普通にね、なんか先生いろんなの動画見てるとね、持ち方とかあると、持ち方に関してはねまたあの違う動画でねお話できればなとか思ってるんですけど、基本僕こうやって持ってます。こうやって普通に鉛筆持って、これ持ち方合ってるのかな、持ち方合ってるか分かんないんですけど、普通に書いてます。たくさん書いてください。こうやって書いていただけると嬉しいんですけど、まあ、こうやってたくさん書きますよね。こうやってもうここはね結構ねみんな書き慣れてくると思います。だんだんまっすぐになってきたと思ったら、こういう風に縦にねこうやってしていったりとか、そうちょっとあーと思うでしょ。最初僕がねあのちっちゃい頃言われたのは、なんでそんなまっすぐ鉛筆描けるのと言われるんですけど、何も考えてないんですよね正直。もう軽く力はね正直入れてません、力全然入れてません。でも手首じゃらんじゃらん、もう手首じゃらん、普通にまっすぐこうやって、意外に自分でもこんなまっすぐいけるもんなんだって今正直びっくりしてますけど、でこっからこの線を活用していくとですね、グラデーションっていうのができるんですよ。こういう風に最初は強くこうやって同じとこをやっていくんですけど、どんどん下に降りていくにつれ薄くしていく、そうするようになってグラデーションをこうやってしていくみたいな、わかりますかね。最初は同じとこ何重もするんです。こうやって何重もするけど、一番濃いとこね。でも、下に降りていくにつれて、薄くしていく。でも、やり方、応用としてはこれ一緒ですからね。あの、何回も線を引いてるだけであって、そう、何回も同じことをこうやってしてるだけですから。どうですか？こうやって。いや、これがね、またね、ずっとやってるとね、もうね、楽しくなってくるんですよ。もう正直、絵とかも、デッサンとかもそうなんですけど、描いたもんだけだと思うんで、やったもんだけ、もう線引いたもん勝ちです。もう線たくさん引きましょう。線たくさん引いて、僕もあの、こうやってめちゃめちゃ線引いて、むしろ線だけのね、あの、こういう風にデッサンになっていいと思います。こういう風にね、あの、濃くできたりとか、あと斜めとかね、こうやって斜めとかもあるので、それをどん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 応用していければなと思います。ぜひ皆さん、こちらが今日のね、あのまあ簡単に言うと線が基本だよっていうのが大事ですね。基本は線なので、皆さんそこだけは間違えないようにしてください。ぜひあのこの動画を見てね、あの楽しんでいただけたよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。一緒に、デッサンね上手くなっていきましょう。僕もまだまだですけども、一緒にねどん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 絵が好きになってくれる方が一人でも多く増えてくれると嬉しいなと思ってます。では皆さん、またお会いできることを楽しみにしております。今日は本日デッサン講座ね、初心者のためのデッサン講座にご来場いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。では皆さん、また会いましょう。バイバイ。